始まるよ。準備はいいかな？はい、それではどんどん続けていきましょう。68ページの標準問題のこの3番です。はい、見てみましょう。で、I は J から T 不動産を代金200万円で譲り受けることとしたと。J からの説明によれば、T 不動産の北側には道路が存在しているということであったが、実際に買い受けてみるとそのような道路は全く存在していなかった。なんかどこかで聞きましたね、これ。どこで聞きませんでしたか？65ページのポイントチェックのこの1番と、これと同じ問題のようですね。で、ここから話が違うんです。話があります。さて、この場合、J です。売った方です。売った方が、普通は買った方がですね、騙されたって言うと思うんですけども、J はこの売買契約の購入の意思表示の取り消しを行うことは任用されるかということで、96条1項と120条というように書いてます。で、これ途中までは、さっき見たポイントチェックと同じですね。つまりこれも96条1項の問題だということはピンとくると思うんですけれども、はい、96条1項で詐欺または脅迫による意思表示は取り消すことができる。で、今詐欺による、詐欺の方ですね、脅迫じゃなくて、詐欺による意思表示は取り消すことができる。これが問題になってくるわけですね。で、詐欺による意思表示というためには何が必要かというと、この64ページの26行目あたりです。他者による違法な欺瞞行為の結果、表示者が錯誤に陥りなされた意思表示を詐欺による意思表示と言いますという、この要件に当てはまるかどうかですね。で、ちょっと余談ですが、この部分って覚えないといけないのかということなんですけど、もうしょうがないですね、最後はね。これも覚えてもらうしか、当てはめができないんだからだって。そうなんですよ。で、これ、この今読んだ他者による違法な欺瞞行為の結果、表示者が錯誤に陥りなされた意思表示を詐欺による意思表示と言いますという、この部分を、これを別のような定義付けすることはもちろんできるんですよ。それが移設と言われるやつです。このテキストももちろん当然一つの考え方、解釈方法に過ぎないわけですから、この説だったら当てはまるけど、別の解釈だったら当てはまらないということは十分あり得るわけです。なので、そのスタンダードな解釈が一番いいと思います、最初は。にのっとった上で当てはめをしていくしかないんですよね。なので、移設があり得るということは、それはもう十分理解しておいてください。でも一回とりあえず一つの立場で練習してみるというのがですね、後々移設を考えるときに役に立つという意味で、まずわざと移設は述べないようにしてもできる限りね、そういうふうに言ってます。はい、そうすると、J、この売買契約の時に J から交付の低不動産の北側に道路が存在しているが、実際には存在していなかったという部分については、他者つまり J による違法な欺瞞行為の結果、表示者 I が錯誤に陥ってなされた意思表示であると、したがって詐欺による意思表示であるということができると、したがってこれ96条1項で、取り消すことができるということになりそうなんですが、ここ見ていただきたいように120条なんですよ。120条なんて書いてるのかというと、なんか感覚的に今のおかしい気がするでしょ、うん、で、これ120条の2項の方です。取り消しといった時に誰が取り消し権を持てるかという話なんですね。で、今詐欺取り消しの場合は、120条です。錯誤、詐欺または脅迫、だから今詐欺入ってますね、によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をしたもの、つまり欺瞞行為によって錯誤に陥って意思表示した、この場合 I ですね、またはその代理人、 I の代理人、買い主の代理人、もしくは承継人、 I が死んでその地位を単独承継したようなもの、そのものに限り取り消すことができるというわけですから、だからこれ取り消し権発生してるんですよ。取り消し権発生してるんだけれども、その取り消し権を持ってるのは I か I の代理人か、それか I の地位を単独で承継した、愛が死亡したからとかいうの相続人とか、そういうものしか取り消し権行使することはできないんですね。だから96条1項には該当するんだけれども、 J、 愛は取り消し権行使できるけど J からはできないという、取り消し権持ってないからですよ、というように評価していくのが素直な回答なんじゃないかなと、このように考えます。